どうもこんばんは。今週も始まりましたリーコンプレックスキックオフ15 YouTube レディオ、関西初男女13人のダンス&ボーカルグループのメンバーがお送りするこのラジオ、私長澤翼と金子京平と田中由衣子です。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、お願いします。はい、今日はこのメンバーでございます。おはようございます、はい、おはようございます。マジの時間で言うなよ今確かにおはようございますの時間かもしれんけどなんか久々感あるけど、うん、あれですね、途切れてはないですね、キックオフ15。そうやな、だって9月が最後で、うん、もう10月入ってそのまま、うん、始めさせてもらって、うん、ずっとだからキックオフ15自体は止まってないのよ。そういうことですね。形が変われど。そっかそっかそっか。初めまして。初めましてでもないけど、まあ初めましてでもいいかな。初めまして。何やろうな、もうアホ出てるよねいや、前回の聞いたよ。聞きましたか。うん、あのゆいが一番面白かったのは、うん、あの和田光平のカルアミルク。お前いじったんだって怒られんぞ。ツイッターでね、うん、あのカルアミルクが一番面白かったってツイートしてんやっぱ、うん、そしたら光平くんがカルア好きで何が悪いって言いよりツイートそりゃそうやわ。 SNS 越しで本当怒んない、あいつももう直接言えよ、メンバーやらしいです。いやほんまにね、うん、まあ祈りが何か日本中好きでみたいな、そんな話もしてて、うん、結構そういう話をしてたんで、まあ、ちょっと個人のこうキャラクターを含めて自己紹介してたんですよ。はいはいはい、聞きました。はい、あ、聞きました、はいはい。まあ、僕は僕でさせてもらって、うん、まだゆいことヒョンスもこうどういう人なのかみたいな、うん、ちょっと隣をちょっと改めてここでお伝えできたと思ってるんで、うん、ちょっといただいていいですか。あ、なるほど、はいはいはい。まあ、自己紹介、はい、させていただきます、はい、金子京平です、はい。まあ金子京平を知ろうと思えば嫌な予感するな。あの無理な話なんですよ。何だろう、何だろうそれ。うん、なんやろ、今まで培ったものもありますけども、今後やっぱ進化していく上で、うん、まあ、今後の活躍も見ていただければなみたいなところも、まあ、ありますけど。髪も伸びてきたしな。うん、そう関係ある。かんないな、うん、もはや見えてもない。うん、何歳ですか。21歳です大きくなったね誰やこいつ。1個しか変わらねえけどなさっきも言っててんな、なんか、うん、あの1個の差やのに、そう、なんかちょこちょこ大先輩感出してくるよな。出してって、大人感出してくんねんけど、出してって。結局1個しか変わらない大人やな。でも、まだまだ若いなみたいな感じでちょっとの出てるよな。全然1個しか変わらんし出てる。いや、なんかちょっとお姉ちゃん感が出んねん、きょんちゃんには。あ、そうな、ないな弟感はないらしいわ。じゃあ、ほんま、うん、まあ、じゃあこれからもよろしくな。ピースすな。あの、声でしか伝わらんねん、全部金子京平。はい、金子京平。こんな感じで、まあ、このラジオでどんどんと知っていけということで。そうです、そうです。いやー、面白いよこの子。今ここで知るよりかは、うん、もっともっとこのラジオ通して知っていこうぜという感じでございます。そうですね、味が出ていきますね。そうやね、うん、ちょっとそれを楽しんでいってもらいたいなと。はい、じゃあ、はい、そうですね、私の名前は田中由衣子です。はい、22歳の、はい、A 型です。ああ、はい、こう見えて A 型。はいはい、こう見えて、はい、はい。で、誕生日は、1998年の5月25日の双子座です。はい、よろしくお願いします。あー、やっぱりアホやな。いや、自己紹介って何やろって考えた時に、うん、あ、なんか中学生とかってさ、初めさ、なんか紙に書くやん、プロフィール帳的に。そうそうそう、うん、あれを思い出して今。あ、そうそうそう、それ思い浮かんだのをそのままポンって言ったって。そうそうそう、なんか意外と知りはらんかなと思って。あ、まあ、まあまあ、知ってる。いや、知らんかったよ、正直知らんかった。やろ。いや、なんか、なんやろうね、血液型なんか正直何でもいいからそこに影響され、うんうん、いや、でも A 型っていうのはびっくりというか。え、逆に何型やと思った？ B。 え、ゆい、 B。 うん、そんなショック受けんの？ B 型に謝って。それショックじゃない。じゃ言われたことない。 B は O か、 O か B。 あ、ママが A でパパが O なんや。うん、きょんちゃん A やろ。俺、うん、つばさくん B やろ。いや、決めつけんな。え、つばさくん絶対 A やろ。 A やから決めつけんな。めっちゃ貴重めん。 B いいひんから、だから D コンに。タミさんは出すな、出すな。困ってるやんけ、今出ようか、声おるから、いけるけどどうしようってなってるやんか。今の数秒で神様は、私喋っていいか喋っていいか、どうしようって。出るか出ようないかって今なってるわ。神様マネージャーさんなんですけどね。はい、ということで、はい、
田中優子も紹介できましたけども、はい、はいはい、じゃあそれでは今週も楽しいラジオにしていきましょう。リーコンプレックスキックオフ15 YouTube ラジオ、改めまして長澤翼です。金子恭平です。田中優子です。はい、まあハッシュタグキックオフ15でのツイート、うん、前回も読ませていただきまして、はい、そうなんです、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、本当にツイートありまして、うん、今回もそうですね、うん、僕ちょこちょこ見てるんですよ、あれ。あ、そうです、私もちょこちょこ見させてもらってます。見てるんですけど、中にね、うん、そのありました、なんか金子の説教タイムあったなみたいなのもあってあったよ、うん、めっちゃ懐かしいと思った。それ今でこそゆい子にこうやってるけど、うん、実際にゆい子だけじゃなくてメッセージにもなんか説教してた時期あったよ、うん、もうあったね。俺ね、正直言うと心痛かったよ、ね、別に怒る内容でもないし、うん、そうやんな、そうだから怒りたくもなかったんけど、うん、なんやろ、なんか怒って感あったんよ。そうやな、確かに、うん、それはうちらが悪いかもしれない。ビジネス怒りになってくるけど、それはどう。ああ、まあなんやろね。いや、初めは私にシンプルに怒ってね。怒ってた、これはこうやろって怒ってたっていうか、今も怒ってるから怒っててんけど、それがこう高齢化していってんな。そう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 、なんかそれでなんか一個コーナー作りますかみたいなとこまで行って、うん、まあ結局あんま実現はしてないんやけど、自然にできたよな。そう、自然にできた、うん、うん、面白かったけどね。だってなんか意味わからんとこで切れてたもんな。うん、なんやろ、俺なんかだからどこで切れたらええかわからんメッセージとかもあったからなんで切れてんやろみたいになってた気分で、だからぜひね、なんか怒ってほしいみたいなもう一回さ、あの実現してみる。うん、あの怒れる内容なのであれば俺は怒ります、うん、いや、もう怒れへん内容でも多分怒ってくれるんで、はい、あのそういうのも全然ぜひね、何かあればね、皆さん、いやでも愛のある怒りですから、はい、まあまあまあ、まあ、はい、愛の無知でございます、うん、それを理解した上で送ってください、うん、よろしくお願いします。そんな人いんのかななかなかの M 要素が必要ですね。まあまあね、まあ、それも踏まえてですよ、うん、前回、うん、実はコーナー名決まりまして、はい、俺うっすら聞いたことありますよ、うん、知らんまり決まっててな、うん、いや、まあそうですね、まあまあとりあえずちょっと発表してもらって、そうですね、うん、はい、僕自身はしっくりきております。はい、どうぞ。このコーナー、コリアロ15。なるほど、はい、はい、これはどうしますか、これでいいんですか、これは。いや、違うと思う。違うの、うん、俺これでええと思ってんだけどあ、2対1や。いや、2対1や。2対1やし、うん、もう前回のお二人を踏まえたら、うん、4対1や。どうするどうする、行きましょう。弱、はい。というわけで、改めて、はいはいはい、これやろ15。これやろ15。そうなんです。何ですか、どんなコーナーですか、これは。これはですね、まあ、皆さんからいただいたメッセージで、うん、どんどんといろんなことを、うん、まあ、チャレンジじゃないですけども、質問、そしてこうしてほしいこととか、うん、はい、ということとか話しながら、僕たちもできることをどんどんやりながら話していこうということで、はい、これ引き続きこれやろ15の、これは絶対カタカナでいきたいんで。ああ、そう、もちろんですね。いいですか、うん、それよく、いいですか、はい、え、なんか嫌なとこあんの。嫌ですか。嫌な、僕悲しいです、それは。 いや、それは相次いでいこう、相次いで、引き継いでいこうですか。ちょっと待って、あ、ちょっと説教してもらっていいですか。序盤からずっと言ってるけど、あ、やっぱアホよな。その、うん、いただきました、ありがとうございます。いきましょう、はい、うん、ということで、まあコリアル15、はい、気を取り直して今回メッセージいただいております。いただいてます、ありがとうございます。ニックネーム、みんちゃん、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。じゃ、今気になっている方が2人います。はい、2人ともとても優しく誠実な方で、はい、もっと2人のことを知りたいんですが、どう話しかけたらいいでしょうか。またリーコンの皆さんは気になる人にどう話しかけますか。あ、まあ可愛い。これは恋愛相談だな。なるほど、嬉しいですね。恋愛と言っていいのかな。まあ、気になる人2人いてるみたいですね。はいはいはい、はい、2人おんのか、大変やな、それは。引っかからないでください。だいぶ罪やな。な、罪。だから、あ、こっちの人も気になるけど、向こうの人も。だから、まあ、2人とは関係なく、うん、もし気になった人がいたら、ね、はい、どうアプローチしますかですよ、このメッセージで。はいはい、かわいいらしい。それをね、僕たちから、ちょっと、どうですか、うん、どうしますか。おじさんは。誰がおじさんですか。僕は、もう、話しかけるというところまでいかへんけども、うんうん、何かをきっかけに話しかけれるものを作る、うん、ああ、それ大事やな、うん、きっかけよね。分かんないけど、学校で言うと、まあ、なんじゃら貸してとかでもいいし、うんうん、大事な、かわいい、そうやね、ちょっとこれ借りて、そう、これ借りていいですか、体操服とか、うん、借りんか、体操服借りたら、体操服借りたらちょっとあれちゃうかな、うん、うん、
異性やしな、うん、怒られるわ、まあまあそうね、学校やったらそっち系よね、そうそうそう、か仕事、まあ、バイトとかもありえるかもね、そうやね、でも仕事、逆に仕事先でこそいろんなこと聞けると思う、うん、これってどうしたらいいとか、これどうするとか、うん、なかなかそういうきっかけとして、あ、そっか、どこの誰か分からへんのか、だから変に気になってるから話しかけるじゃなくて、なんか一段階うまいこと理由をつけて、うん、そうそうそう、理由をつけて、うん、だからわざとシフトかぶらすとかさ、バイトやったらな、あ、そういう手段をしはるんですね。いや知らないですけど、あ、だから、あの、今までゆうこさんとバイトで、あの、シフトかぶった方、あの、連絡ください。そういうことなのかもしれません、はい、私女の人としかしたことないの、あ、そうなんだ、はいはいはい、ありがとうございます。なるほどね、そんな感じですかね、はい、僕的には逆に女の子目線では、はい、あ、急に女の子出すなって、はいってやめ、はいとかいらんねんって今。女の子出すなってほんまに。いや、てか私はでもほんまさっき言ったみたいに自分から何々貸してとかが一番いいと思うね。あ、だから理由をつけて、理由がある話の書き方ね。そう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 、とか、なんか何々好きなんで何々食べに行きませんとか、まあ、上なんか分からへんけど、うん、はいはいはい、え、ただそれってさ、ただ喋ってるだけじゃない、俺そんなんじゃ、あの、向こうが好きとか気づかん。いや、喋ってる中でいろいろポンポン投げていくねん、爆弾を。おー、あの、だからボンバーみたいなこと言い出すよ。ごめん、消しゴム貸して、うん、好き。そういうこと、下手くそか。違う違う、まずはそういうとこから始まるやん、うん、で、仲良くなっていくやん、徐々にな、で、仲良くなっていって、そしたら、あ、じゃあ2人で遊ぼっかって なっていくやん、うんうん、なっていくねん、行かせんねん、そうやってな、うんうん、で、2人で遊ぶ機会を増やして、うん、で、そっからちょっとずつこう爆弾を放り投げていって。そういうことね、だからそうそうそう、遊ぼっかで遊びました、ユニバ行こうか、うんうんうん、あ、好きみたいな。ってことやな、段階がもう一気に行き過ぎんねん。その間があるんやな。そう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 、はい、それでだんだんこう分かっていくやん、うん、あ、もしかして、もしかしてみたいな感じになっていく流れがやっぱ大事やと思う。あ、でも確かに、ね、うん、2人の空間は大事かも。そう、うん、いや、一緒におって、あ、ちゃうかもって思うかもしれへんやん。今2人いるやん、うん、みーちゃん、はいはい、だってさ、うん、もしさ、こうご飯食べに行きました、うん、あ、ちょっとちゃうなって思う時とか多分あるかもしれんやん、まあね、もうほんまに変な話、まあ、お箸の持ち方だったりとか、え、ちょっとってなったら多分違うかもってなったりすると思う。女の子は特にあると思うんだよな、うん、余計にだからちゃんとこうアクション起こして、その人を見てから うん、そっから先にまた進んでくださいということですね。はい、はい、なるほど、そうです、ありがとうございます。頑張ろう。あれ、誰かいるんですか。頑張ろうは共感者のやつですからね。頑張ってくださいじゃなくて。そっか、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、みーちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、はい、もう何でも受け付けます。もういろんなこと喋っていきます。うん、はい、なのでどんどんと引き続きメッセージいただきたいと思います。ということで、これやろ15でした。ありがとうございました。はい、では引き続きメッセージに関して、概要欄に貼っております URL のメッセージフォームより質問、出来事、してほしいリクエストなどお送りください。よろしくお願いします。お待ちしてます。お願いします。はい、私たちリーコンプレックスの公式 YouTube がございます。こちらね、あの、 YouTube で流れてるんですけど、他にカバー動画だったりとか、私たちのミュージックビデオだったりとか、いっぱい載ってるので、ぜひぜひね、一番下から一番上まで見ていただけたらなって思います。よろしくお願いします。そして、私たち TikTok もやってます。毎日毎日メンバーが、変わる変わる TikTok を上げておりますので、ぜひぜひね、あの、見ていいなと思っていただいたら、あの、ハートのボタンを押していただけたらなと思います。お願いします。お願いします。そして、10月25日には、このリーコンプレックス YouTube チャンネルにて、生配信ライブ、はい、うん、やらせてもらいます。はい、詳細の方はね、随時更新させていただきたいと思いますので、はい、皆さんぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、リーコンプレックス来年の2月22日に、うん、ワンマンライブを行います。スターティングポイントカラーアットタイムというタイトルで行います。はい、僕たちにとってのワンマンライブ、久しぶりのライブになりますんで、うん、ぜひぜひ楽しみにしててください。というわけで、リーコンプレックスキックオフ15 YouTube レディオ、お相手は長澤翼と金子恭平と田中優子でした。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。でした。